どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。チェックポイント PT。 残念なチェックポイントということですね。でこのコース見た目は人画面コースなんですけど、人画面じゃ終わらないと思うんですよ。なぜなら最速が1分22秒もかかってる。だからこっから始まる長いトロールコースだと思うんですよ。ただトロールっちゅうのは書いてなくて、説明文にグリッチフリーって書いてるじゃん。だからトロールコースだと思うんだよね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.58%。 いや珍しいよね、スタートから始まる長いトロールコースなんてさ。こういうのめったにないからワクワクするぜ。でどうする、普通にゴールできちゃったらえ、何も落ちてこないの。でも右に行ったら何か来るんだろ。砲台が落ちてくるみたいな。でも砲台ごときじゃ俺は止められないぞ。開幕ブロッカー、やっぱり砲台が落ちてくると思ったよ。隠すブロック、いろんなところに設置してんな。あの50コインのところの四角の枠、この四角それやめろ。四角の枠の方に行けないっていうことが分かった。ならツタに捕まって上に行こうか。上から砲台がポンとか押し寄せてこないよな。あれ、この先進めくれ。なるほど、ボムちゃんが出てきてくれるのね。サンキュー。さあトイレに入っていきましょうっと。なになに、もうそんな踊んなくていいって。まあ楽しいのは分かるよトロールコースが。でもお前の出番はもうないに等しいんだ。俺がやるからには。絶対に引っかかんねえぞブラバランカによ。もう左もブロックあるしさ、こんなチョコサイダーまですんだって。やり直しは、やり直しだね。ならドアじゃなくて土管の方に入っていきたいと思いますよ。でここで、あ、もう中間ポイントもらえなさそう。ベント持ってくんだって書いてる。でもここでやり直し聞くんじゃない。あ、聞かせてくれるんだ、ありがとう。優しいんじゃねえ今日のタワルカンス。あかんか。そういや最近朝起きてベッドから降りるとめまいがめちゃめちゃ激しくてさ、世界が回ってたんですよ。いやマジで全然歩けなくて、でさらには吐き気もすごくてさ、マジで原因不明なんだけど、トイレで30分間ぐらい戻してたね。あれ何だったんだろう、これいけないの。おい、ここバーにあるじゃねえか。ってことはこの扉に入った瞬間多分このドアに戻る。これでフィッシュボーン当たんだが、あ、分かった、ここなんじゃない。ここでベッドを蹴りの当たる。で土管に入っていきます。これで中間ポイント取れるんでねえの。やっぱりそうだよな。さあ中間ポイントゲット。いや今日はちょっと変わったトロールコースだよな。なんだお前、お前なんかにやられるわけねえだろ。ビビっちまったよこのフィッシュボーンに。この四角の枠は、うん、ここもフィッシュボーンなのね。上が何かある、左のドアはなんだ、上からドスが襲ってくるとこ、あーっ右は、あ、右も進めんじゃん、こっから。だだだ、ただまだ上の探査機が終わってないぞ。このドッスンを一旦避けてみようか。このドッスンは左で来る。で上のドッスンは押してくるでしょ。でこっから右に進んだらドアがあるね。なんかさ、わけわかんないものによく引っかかってる気がする今日。じゃあこのバブルを余計の扉で入っていきます。こっちはなんだそれ。でさ、ずっと思っちゃったんやけど、右にブロックが出てきちゃうやん。これさ、思いっきり走って抜けていけっていう感じかな、こんな感じで。もういいってこういうの、もう連打するのきちんってウォッピーじゃないんだよ。しかもこのさ、トゲメント邪魔だし、これ抜けれるかな、これ当たるんじゃないの。連打していこうか、早く早く。なんだよこのドロークオンさ、今日ちょっといつもと違うくらいか。じゃあ土管に入っていきます。あ、何もねえじゃねえか。もういいって。あ、これ上帰ればいいだけなんじゃない。そして左の土管に入っていけませんけど。やだ、なんかだんだん腹立ってきたな今日のドロールコース。このバブルに当たってやられるっていう感じですね。はいはい、もうここ飛ばしてもいいんじゃない。でバブルに、いや待て待て、これさ、バブルに当たってもこのバブルどっか行くんじゃない。またやっぱそうだよな。で上に戻りのあの線をなぞっていくとどこに行くかなんだけど、火が出てるところがあるじゃん、あそこからまた戻ってくるっていう感じだと思いますよ。まあここはね、そうだったらカットしよう、そうじゃなかったらこのまま話し続け。そこスタートの場面だって、お前戻ってこいよ。その上に行ったら戻ってくるんだろうな、行き止まりじゃねえかそれ。移動ばかりするのも大逆転か。ここがマジで意味わかんない。僕はやられるたびにこの連打をしなくちゃいけないんでしょ。
マジできついんだよこれ。じゃあキノコを取って土管に入っていく。なんかこのキノコ取るのも怪しくなってきたな。土管に入れねえじゃないか。上に行けってか、キノコを取って上に行けってこと。無理無理、この先進めねえよ。なんじゃこのコースは。じゃあ上で合ってたんだ。一回さ、この P スイッチを発動させてすぐ左に。もう腹立つわけ。あのかさ、じゃあもう P スイッチは押さないでこの先に来たんですけど、この上に行けってこと。どっかに隠しブロックかなんかあんのかな。あ、あったね。でこの上に行きます。で右上か。え、あ、わかった、このボブヘイなんじゃない。そして戻る。あ、ちょっと待って、ごめん、待って待って待って。よしよしよし、そしてこのデカキノコを取って上から行くのか下から行くのか、もう下に行くしかないな。上に行くのが正解だったんでねえの。上に隠しブロックがあるってことは、そこを抜けろとそういうことだと思いますよ。いやいや、待て待て、こっちが合ってるかもしんねえ。さあ、ちくわブロックを降りていこうか。何考えてんだこの制作者。あのね、僕がいつもやってるトロールコースと違いすぎて戸惑ってるわけですよ。なんだこのコースはってなってるんですけど。おー、俺の負け。右で、右の方を壊せばガリガリの方から進めるっていうことが分かった。さあチビになっていこうか。チビにならなくちゃいけないよな。そうだな、それはできないよな。なんかスピードランみたいな形してますけど、こんなに引っかかるわけねえだろ。じゃあここは上に行きの。いや、これ先進めんやろ。え、キノコ状態かなんか。なるほど、こちらにぃぃぃぃぃ。なんだ、君は僕の元へ来てくれると信じてましたよ。うわ、こっち行けば行って、わざだって分かってる。隠しブロックあるんじゃない。なんだね、なんだ、隠しブロックあった方が面白そうだったのに。こっちはなんだ、ピースイッチ行くぞ。みんなごめん、思いっきり飛ばしちゃったかもしれないけど、ここの右は普通にここからジャンプしてあのガリガリを抜けることができるということですね。で問題はこの P スイッチを、この P スイッチを踏んでいいのかすら怪しい。まあ一旦踏んでみようか。踏みのこの隙間に入っていく。踏まなきゃいけなかったのかな。あ、踏まなきゃいけんっぽいね。この先進めなくなるもんね。ここ P ブロックやるから。さあ、このキャノンの甲羅踏んでいいのかい。踏んでーの、特に何もない。この P スイッチのところも何もない。じゃあさあ、気に進めませんね。もう何が起こるかわからん、このコース。これ下から行っていいのかい。上から、上からは無理だもんね。下から行ってもクリボーが邪魔だもんね。でもこの四角の輪が気になるもんね。叩いてみようか。トゥルルリン、邪魔だよ。パンパンピピピピピピポン、パンパンパンピピピピプンプン、パンパンパンピピピピプンプン、パンピピピピピピピポン、パンパンパンパランパンパンピピプンプンプンピピピピピポン、パンパンパンパランパンパンピピプンプンプンピピピピポン。上からでいいのかい。ここは上からだったら先に進めるんだろうな。進めねえじゃねえか。どうすりゃいいんだよ。ああ、右にも行けねえ、左にも行けねえ。何やらんてよ。鍵を取った後でこの後何かするに決まってる。できるか。ならもう方法は一つで、 P スイッチを押さなければいい。そうだろ。上から行けるか。で、ここで鍵をトレードドアに入ります。さあ、中間は中間。誰があんな初見で買わせんのよ。じゃあここは右押しっぱでブラパを買わせ。そしてこのボブちゃんは、ボブちゃん右にやらなくてよかった。大丈夫かな。右にはやれないよね、バネがいるから。さあ、ご実行よ。鳥居のここは何をしてくる。何か面白い予感しかしねえな。うわあれ、さっきまでゴール目の前なかったっけ。それなのに僕はこんなところで何をやっているんだい。何この 1-1 風のやつ。絶対ピースイッチが押されるんじゃないの。大丈夫。いや、クリボーがいる。これジャンプするしかねえじゃん。ジャンプしたらピースイッチ変わんだよ。元から罠知ってるみたいな人になっちゃってるって。隠しブロックは、隠しブロックはないのね。じゃあここでジャンプシーンのピースイッチを変えろ。なんだってな。この制作者さんね、罠がめちゃめちゃピンポイントなんだよな。それがすごい。うまママーン、大概にしろよ。見えない罠ばかり作りやがった。やめてください。慎重に行け、焦る必要なんかないじゃないか。ここは隠しブロックあんのね。この上はなんか上はすごく怪しいけど、多分何もないでしょう。さあ、土管に入っていきますよと。今度こそ中間。やっはっはっは。中間にゲット。これ入るのめちゃめちゃむずくないか。こんなところでそれ持ってくるのちょっと卑怯じゃない。ここでトラブルなんか、そんなことだ。
これは無理だって。いや絶対さ、どっか隠しブロックあるんじゃない？で右上のドアの方に行けますみたいな、多分そんな感じだと思うんだよな。一旦右行ってみようか。あったね。右は？右もあるな。あ、どっちのドアに入ろうか。あー、じゃあ左の方入ります。ここ結構簡単に入れちゃうもんな。さあこっちが正解なんだろ。合ってる？いや合ってなさそう。左上って書いてるもんね。これは何？うん、魚だね。でもこっちのドア入れるもんね。こっちは？いや、ゴールの可能性大だよ。いやー、戻ってきたぞ。じゃあ右のドアに入ればいいっていうことなんだろ。分かってんだ。右のドアに入らせろ。なんかバカあんじゃないか。え、これ、あ、下から抜けれんのね。よしよしよし。ね、何がヒントみたいなのお願いなんだ。もういいんだ、もういいんだ、魚。じゃあ、で、コピーグコイを取っちゃおうか。取って、ドアに入ろう。ドアじゃない、土管ね。もう入れねえし。でもさ、右上に土管があって、この土管はなんだ。頼む、もうゴールがあっていいって。ゴールじゃん。え、隠しブロックあるはないじゃない。大丈夫？あ、普通に最後ゴールさせてくれるんだ。いや、ありがてえね。今日はちょっと変わったトロールコースだったけど、目の前がゴールなのになかなかの対策コースだったね。すごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ワームホール。まあこのワームホールって説明すると長くなるんですけど、パラレルワールドに行くための道っていう感じですかね。でこのコース、久しぶりにテクニックコースなんですよ。まあいつもトロールコースばっかりやってるから、ピオキングって実は全然上手くないんじゃねみたいなことを思っているそこのあなた。その通りだよ。まあそれでも平均よりは上なんじゃないかなと思うんですけどね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.71%。 あー、なんか緊張するね。久しぶりのテクニックコース、下手くそすぎたら動画ボツにしちゃってるからさ、その点も踏まえて緊張するわ。さあどんなコースなんだろうね。まずあのハテナを叩いてピンクコインを取れっていう感じかな。いや違うんだった。いや、こっから真面目にやっていく。多分だけど、ハテナを叩いてチョロップ踏む、そしてピンクコインを取ればいいんじゃないかな。そしてハナちゃんからのバネ。無理じゃん、こんなの初見でポンポンいけって言われてもさ。じゃあここでバネ乗ります。ハテナはどうした。バービーブーベーボボ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 、ここでどうすれば色変わらないけど、ここまで来れたよ、ここから先は地獄地獄。いや、なかなか難しいコースだと思うんだけど、久しぶりにやるとね、なかなかに楽しいでござるや。で、ここをどうすればよかった。右押しっぱでいいのかな。このコースの優しいところがあるんだけど、こういう休憩所を作ってくれるところだね。じゃあ音頭 C の面と踏む、ここから右押しっぱ、これで先に進めるんだ。で、この矢印か、いてなんだその矢印。多分だけどハテナブロックがあったじゃん、これを叩いてからのここ。どこだよそれ。カキボンところのハテナブロックがあるじゃん、あそこを叩いてどうすればいいかまだ分かってないんだよな。ノコノコが出てきたから、このノコノコを蹴ってみようか。そういや、この前コメントでさ、テンション10倍ぐらい上げて実況してみてくださいって言われたんだよね。逆に僕は下げるんじゃなくて、逆にこれより10倍上げられたら死ぬかもしんないぜ。でもちょっとやってってみようけ。キリマヘムね、ここらなかなか踏んでどこ行ってんの。あんまいつもと変わらんくね。ちょっと進むためにここからマジになります。多分だけどここら辺に置いとけばいいんじゃねえの。これが花冠だ。あの花冠は装着しちゃいけねえ。このバネの上でじっくりと待つんだ。そうそうそう、そしてここから右にジャーッ。で、メットで、ここでいいのか。くっ、よし、で、右、バネ。惜しい、いかが惜しいよ。そして一つ見つけたんですよ、このバネ親父のところで休憩できるっていうことがね。だがしかし、さっきのいかんところ、まだどのタイミングで行けばいいか全くもってわからんぜ。ここは2回踏めばいいのかい。2回からの右ジャンプだ。邪魔いか。次こそ行ってやるぜ、あのイカを越えてやる。どうせ越えてもすぐにやられるんだろうけどな。まあ、ツーからだ。大改革よ、いかー。よし、ここから右押しっぱ、ほんとでも何やってるのかね、僕は。
もうね、テクニックコースをする人のトークじゃないのよ、僕は。テクニックコースって言ったらさ、もうちょっと淡々と解説するようなトークが多いと思うんですけど、僕ら完全にイカれてんじゃねえか。いや本当に難しいんだからな、このコース。ナメプしてるわけじゃないよ。でこっからよ、問題はこのイカを超えるのがマジで本当に難しい。ワンツーからの大開脚を決めていく。そしてこっから、どうもマリメ界の異端児です。今日も張り切って元気にやっていきます。どうせ5秒後には絶望味わってるでしょうけどね。さあここでノコノコ踏んで、あのパン様乗れるのかい。このパワーブロックさ、右を失敗しても乗れなかったんだよね。いや乗れたな。そしてメガクッパ、メガクッパチョロップからだ。オンブから何やかバレなかなかいい調子で来てーなーい。だがもう分かったぞ、靴を履いて隠しブロックを叩く、そこだけかな。ここからどうすればいいんだ。今んとこめちゃめちゃ上手くなかった。なんだよこの国番中どもは。さあこれで中間ポイントゲットなんでねえの。やったまさか中間ポイントにないでゴールがあったパターンか。いやすごく難しかったけど楽しいコースでした。どうもありがとうございます。